ナンバー・アイの初ラジオ出演が明かす新たな一面。ファン必見のインタビュー内容。ナンバー・アイの名付け親は岸優太。平野志洋、俺も神宮寺もビビビってきちゃったよね。JA 全農、カウントダウンジャパンという東京 FM の生放送ラジオ番組は、ジョージ・ウィリアムズさんと安田玲さんがパーソナリティを務めています。この回の放送では、ナンバー・アイ、ナンバー・アイのメンバーである平野志洋さん、岸優太さん、 神宮寺ゆ太さんが登場しました。彼らは、グループ名の由来やお互いに対するリスペクトについて語り合いました。まず、このラジオ番組への出演は、3人にとって初めての経験でした。平野さんは、初めてだね。なんか、謎の緊張感がありますね。笑いと話し、岸さんも、新鮮ですねと答えていました。彼らの新曲、ゴートの YouTube 動画には、約15万件のコメントが寄せられ、 海外からもたくさんのリアクションがありました。これは素晴らしいスタートだと言えるでしょう。しかし、キスさんはまだ満足していないと話し、もっといいものを作っていきたいなと思っていますと意気込んでいます。平野さんはファンや初めて彼らを見る人々に感謝の気持ちを述べ、これをいかに伸ばしていけるかを自分たちで考えながら、今は次に進む段階なのかなと思っていますと語りました。さて、ナンバー、愛というグループ名の由来についてですが、 キシさんがタクシーに乗っている最中に突然思いついたのだそうです。彼はそのアイデアをメンバーに提案し、みんなが賛成したためグループ名が決まったのです。キシさんはナンバーワンになることは大事なんですけど、何よりも大事なのはそこまでの道筋で、オンリーワンということも大切にしたいと語りました。平野さんはキシさんに驚きを隠せず、キシクって、こういうのをあまり考えてきてくれないタイプなんですよ。 だから最初、僕と神でグループ名をどうしようかと考えていて、そうしたら、名前を決める打ち合わせの時に、急に岸くんが、ナンバーアイ、愛って言い出して、俺も神も、ビビビって来ちゃったよねと話しました。神宮寺さんも、そうだね、まさか岸くんが、みたいなところもあったし、すごくいい名前だったのでと同意しました。この名前が岸さんから出たことで、さらに衝撃を受けたとのことです。 それぞれがお互いにリスペクトしているところについて尋ねられると、神宮寺さんは少し恥ずかしそうに笑いました。平野さんが最初に自分のことを話すよう促すと、神宮寺さんは平野さんのクリエイティブな性格とアイデアの豊富さについて話しました。彼は平野さんを、すごくクリエイティブで、アイデアもすごく豊富で、何かを作り出す力がすごいなと思いますと称賛しました。 一方、平野さんは神宮寺さんのパフォーマンスに対する情熱と努力について話しました。僕は神君が本当にパフォーマンスに対して情熱的で、努力家だなって思っています。練習の時間も一緒にいることが多いのですが、ずっと一生懸命やっている姿を見ていると、本当に尊敬しますし、刺激を受けますと述べました。このように、ナンバー、愛のメンバー同士がお互いの才能や努力を認め合い、 尊敬し合っていることが伺えます。彼らはグループ名の由来やお互いの存在についても感謝の気持ちを持ちながら、さらなる成長を目指しているようです。